いらっしゃいませ。え、マジでセクシー女優のレーナじゃん。ブラックワールド。私の名前はレイナ。このバッグいいわね。大人気セクシー女優をしている。セクシー女優というとあまり良いイメージがないかもしれないが、最近ではバラエティ番組にゲストとして出ることも多くなり、イメージが変わってきている。レイナちゃん、いいよ。しかもビデオの撮影でのギャラは1本数十万円。私のような人気女優になると100万を超えることも多い。だから私は高級なタワーマンションに住み、週末にはホームパーティーをして過ごした。みんな飲んでる？お金にも困ることがなく、欲しいものも大体手に入る。そんな生活に私は満足していた。そんなある日のことだった。ちょっと、私はお茶って言ったのよ。なんで緑茶なんて買ってくるのよ。そこはアイスティーでしょ。すみません。まったく使えないわね。最近入ったスタッフが全然使えなくて困っていた。全然仕事もできない無能で、私はイライラしていた。レーナ、最近スタッフに対しての態度が悪いんじゃないのか？はあ？そんなことないわよ。あいつらが使えないのが悪いの。昔のように謙虚な態度を忘れるな。そうでないと仕事がなくなった時に困るぞ。大丈夫よ。私の人気はすごいんだから。私の人気はかなりのものだった。そのため、この時は私から仕事がなくなるなんて想像もできなかった。まったく、貧乏人は仕事ができないから貧乏なのね。仕事ができる私はこんな奴らとは違う。自分の力でここまで来たのだ。そもそも住む世界が違う。私はそんなことを考えていた。しかし、私のそんな考えはすぐに間違いだったんだと気づく事態に陥った。なんで私の出演した作品の順位がこんな下なんて。若い新人がどんどん増え、私の出演したビデオのランキングは軒並み落ちていった。何よ、ただ若いだけじゃない。男どもはバカなの。悪態をついてもランキングが変わるわけではない。そんなの聞いてないですよ、レイナさん。何よ、スタッフならそれくらい察しなさいよ。そんなの無理ですよ。レイナ、いい加減にしないか。こんな現場で仕事なんかできないわ。イライラした私は撮影現場のスタッフに辛く当たるようになり、事務所でも嫌われ者になっていった。収入も激減し、私はかなり焦っていた。20代後半になり、今さら一般企業で働くなんて絶対に無理だった。やばい、なんとかしないと。そんなある日だった。君がレイナ君だね。誰よあんた。なんと別の事務所の社長が私に事務所に来ないかと誘ってくれたのだ。しかもその事務所は終身雇用で収入も今より安定しそうだった。どうだろう。ぜひお願いします。私は事務所を移ることを2つ返事で了承した。すぐに今の事務所を辞めて新しい事務所に移った。しかし新しい事務所での仕事は過激な企画ものが多かった。こんなの無理よ。ああ、こっちはちゃんとギャラ支払ってんだからやれ。スタッフも以前の現場よりも怖い人が多く逆らえない。そんな現場を見て、私は前の事務所の現場は優しかったのだと実感した。仕事は減ったので、以前のようにタワマンには住めなくなり、アパートに引っ越した。収入が全盛期よりもかなり落ちたが、今は終身雇用の会社にいるのであまり不安はなかった。現場は最悪だけど、この事務所は終身雇用だし安心よね。しかし私はまだその終身雇用の意味を理解していなかった。え、ピンク店？ああ、うちが終身雇用なのはグループ会社が経営しているピンク店で働いてもらうからなんだよ。そんなの。大丈夫、君のように人気がなくなった女優でもピンク店に行けば人気になれるし、給与は3割増しだ。最初は悩んだが、給料3割増しはかなり魅力的だった。私は仕方なく社長に言われた通りピンク店で働き始めた。いらっしゃいませ。
え、マジでセクシー女優のレーナじゃん。昔人気だったこともあり、私を目当てに来てくれる客も多く、私は一気にピンク店で人気になった。男って本当にバカね。セクシー女優ってだけで金払ってくるんだから。収入も多くなり、私は少し安心した。しかし人生はそう甘くはなかった。なんか下手だね。はあ、今まで散々私のビデオを見てきた客からプレイが下手だと言われ始めたのだ。店の掲示板などでも私のプレイが下手だと書かれて、クレームが出る日も少なくなかった。しかも周りのキャストと違って給料3割増しという好待遇を受けてこの結果だったので、周りからは陰口を言われて打ち解けられなかった。あの子、元セクシー女優のくせに下手らしいわよ。それでキャラ3割増しなんだからいいわよね。人気ってだけでチヤホヤされて。私の気持ちも知らないで好き勝手言う他のキャストにはムカついたが、これも生活のためだと思い我慢した。しかしそんな生活でどんどん私の精神は病んでいった。相談できる相手もおらず、狂った金銭感覚は戻らない。借金だけが増えてゆき、アパートにも住めなくなり、家賃の安いボロアパートに引っ越した。なんで私がこんな目に。ピンク店の客も減ってきており、私はもうダメかもしれないと思っていた。そんなある日、スマホで私は人気のなくなったセクシー女優が撮影現場で裏方として働いていることを知った。これだ、これなら私も裏方作業ならどこか知り合いで雇ってくれるかもしれない。私はそう思い、すぐに前に現場で知り合ったスタッフなどに電話をした。しかし現役時代の私の態度の悪さを知っているスタッフが多く、私はどこでも使ってもらうことができなかった。マネージャーの言う通りね。こんなことなら謙虚にしてるんだった。昔はタワマンでキラキラした生活をしていたのに、今ではボロアパートでカップ麺暮らし。今までのツケが回ってきたのかしらね。ピンク店でも私は指名を取れなくなってきていた。さて今日はどの子にしようかな。お兄さん。え？私にしておきなよ。サービスするよ。それでも私はこうして生きていくしかないのだ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。